乾杯。あ、どっちでもいいです。どっちでも大丈夫。これはアナゴ。アナゴだね、あれ。あ、アナゴ。アナゴ食べるのに。カラゴ。あ、焦げるじゃないですか。アナゴだ。しみれはいい。しみれはいいよ。僕も行くほしいですか。周防島は山口県のみかん生産量の8割を担う、まあ、みかんの島、近隣ではそうやって呼ばれてるんですけど、もっともっとこう、知名度を上げていきたいっていうことで、みかんの島のアイコンとなるようなそういうアイテムを作りたいっていう思いから誕生したのがこのみかんなんです。ちょっとこれ焦げすぎて、みかんの味想像もつかないでね。みかんジュースにしようか、みかん色の鍋にしようか、鍋がみかんじゃったらどうやろうか、いろいろ考えたりする。せーの。なんかちょっとあ、でも美味しそう。薄い感じですね。みかんがいいね。ちょっと綺麗。甘さはいっぱい食べないでください。どうでしょう。空港で来た。甘い。甘い。豆腐が似合いますか。さっぱりして美味しい。B 級グルメと思って食べる人も、帰る時は本当に美味しかったって喜ばれて帰る。絶対自信があります。ありがとうございます。ありがとうございます。